So when you're leaving tomorrow, just give me something to hold on to. From... 皆さん、こんばんは。今日は2024年5月3日金曜日。今ね、夜の7時43分です。今日はね、金曜日なのでヒルトンのね、花火があるので、うるさい。今向かってます。ながら見る花火もありかな。もうね、この先さ、もう道がさちょっと封鎖されてるから綺麗に見えないかな。ちょっと木に隠れちゃったけど、ここから行こうかな。めちゃくちゃ一瞬だったね。でもまあ見れてよかったね。そう、今日ね、急遽ね思い立って花火行こうってなったからさ、間に合わないって思ったけど、まあ、最後のちょっとだけでも見れてよかったです。さあ、今からもうヒルトンビレッジに来たらお決まりのアイスをね食べたいと思います。よっしゃ、今水筒、水筒ラパーツ。何する？何がいいの？私これ、アンティーマーボー初めて見た。リリコイドリーム、マニュアルプケーション。うん、美味しそうね。ね、トラッカー。 Hey, hi there. Can we get a Tisca with a waffle cone? One scoop, you wanna get Auntie Marble? もう一個は？ And I want a cup. 何にしようか。私はリリコイを選びました。カルちゃんは？こっちもあるよ。ちょっともらおう。これ気になる。おいしい？何にした？でも、新しいの。あ、おいしい。おいしい、めっちゃ。いいじゃん。はい、ありがとう。そうだ。うん、ありがとう。だ。美味しそう。私はリリコ選んで、何選んだの？上、何チョイスした？
チューズした？バニラクランチと、うん、マルドサンティングね、うん、バニラクランチ美味しかったね、今試食してもらったけど、うん、イエーイ、めっちゃ美味しくない？いつもにもして美味しい。そして正解だったね、もう終わってすぐ並んだからさ、飽きたから全然並んでない、今めっちゃロングラインだよね。あ、アロハ、なんかちょっと変わったね、うん、チェンジしたね、うん、トロッカ、かわいいだから。さあ、思いがけないね、今日は今日という花火と私の好きな、ハワイで好きなアイスでもあるアイスを食べれて、思いがけない金曜日の夜になったね、うん。そう、今日ね、朝ね、起きていつものようにね、5時半、5時45分ぐらいにね、家を出ようとしたんですよ、朝のね。何あの集団すごい。そしたらさ、急激にね、ちょっと目が痛くなっちゃって、なんかしみてね、ちょっと大変やったね。だから今日は夜のお散歩に変えてます。真っ暗で何も見えない。ちょっと待って、ここあまりにも光がなすぎて暗いので、ビーチウォークに向かいましょう。花火がね、終わったばっかりだからちょっと人が多いかなと思ったんですけど、今裏ルートか、裏ルートってほど裏ルートでもないけど、ちょっと裏道からね、回ってきました。夜は夜でいいよね。ほぼ、うん、わあすごい、何すごい、サーフィンじゃない、サップじゃない、んサップじゃない、サップボードだよ、サーフ、サーフ、サップだよ、んサップ、光がついてる、だから多分サンライズサップとか、あ、サンセットサップとかかな、いいね、うん、わ、ビーチバレーコートがある、うん、今日大会かな、ね、いつもと違うところにビーチバレーコートがある。海はね、全然見えないんですけど、このね、夜風がね、また気持ちがいいんです、最高。今日はね、なんかちょっとちょっと日本の方を見る気がするね、うん、あ、なんか遊び場ができとう、見て、これもあるし、ジェンガもあるし、ビッグジェンガ、うん、めっちゃアメリカンやね。なんかイベントがあってたのかな、うん、ね、いろんな遊びが出てる。あっちのあっちは、あっちはレストランで盛り上がっとうね。ホットドッグ、めっちゃ歌っと。これ何のソングだっけ？アデルじゃん。あ？アデル。ハド？アデル。アデルね。発音難しいね、アデルの。向けて。アデル？アデル。難しい、苦手です。L とか R とか。ここは通常のビーチバレーコートね、うん、盛り上がっとうね、奥ではヨガしてる。かわいい。あー気持ちいい、やっぱり夜風は最高やん。そう、昨日ですね、マイクのね、
この今使ってるオズモポケット DJ3 のマイクのこの上のモフモフをさ紛失しちゃって、今風切りがちゃんとできてるかなってめっちゃ不安ではあるんですけど、大丈夫かな DJ。 さあここまで歩いてきました。ちょっとね雨が小雨が降ってるので、どっか入ろっか、行く？ DFS 行く？久しぶりに来た、オープンして以来ぐらいかも。あ、そんなことない、あのコーヒー屋さんは来ようね。でもこのショップを見るのはめちゃくちゃ久しぶりかもしれない。でも日本のお客さん見ないね。うん？それどこの？ディオール？でもカルティエじゃん、いつも。カルティエが可愛い。あ、でもそれ可愛いね。悪くないよ。私は。さ、今は何時？8時50分です。金曜日だね。だからなんか今街がちょっとみんなウキウキしてる感じがする。明日から週末なのでね、もっともっと人が増えそう。明日5月4日、5月5日、もうすぐゴールデンウィーク終わるのかな。どうなんだろう。ね、そうそう、今日ね、うん、ドル1ドル、うん、151だったよ。やばくない？うん。どうする？ちょっとタイミング、でもみんな言ってるよ、マイフレンドたちはアフターゴールデンウィーク、ああ多分もう一回159とか160いくかな言ってるよ。その時にしようかなね。ね、円安が本当に不安定。円安というかドルと円の動きが。何時まであるとプラダ閉まってる？そうなのでね、今私の周りのお友達、アメリカ在住の友達たちの間でちょっとね、本気でみんな日本移住しよっかっていう、ちょっとだけね、グリーンカード保持者なんで私の周りのね友達たちは、だからまあ2年しかねできないんですけど、申請して2年だけでも今のタイミングじゃないみたいな感じで言ってて、だから2年間だけ日本に移住するっていうのもめっちゃありだよねって、その話ばっかりみんなでしてます。多分本当に今なんだよね、今か、まあ、あと3年以内とかかなって思ってるからさ、そういうの聞くとちょっとやっぱもう私たちも、あ、なんかね2年間ぐらいだけちょっとお試しで日本に住むっていうのもありかななんてね、まあ、ここずっと最近それは考えてたことでもあるんだけど、ちょっと真剣に考えるよね、いろいろとね。 ABC ストア行く？行かないね、何もないかな。何がいるの？何もいらない、ただチェックだけと思ったけど、まあいっか。明日もね早く起きないといけないから、今日は早めに帰って行くの？バーガーキング？ない。おお、偉いじゃん。ちょっと早くに帰って早く寝ようかな、うん、ね、ここかわいいよね。どのくらいウォーキングした？もう2時間したね、うん、2時間ウォーキングしたから、まあまあ大丈夫かな。5000歩は行ったね。というわけで
じゃあ今日はこの辺で終わりにしようかな。今日はね、思いがけず、あ、え、グッチ開いとうよ。思いがけずの花火をちょっと隙間からだったけど見れてグッドな金曜日となりました。はい、というわけで今日はここで終わりにしたいと思います。ではでは皆さん、また明日、バイバイ、バイバイ、またね、バイバイ、またね、またね。